あの車のですね、吹き流し見て分かるように、左向いて吹き流しが流れてますね。完全な逆風ですけども、これだけ変わりますからね。これフィールド上向けてですね、何ですかね、本流っていうか本当の風は、上から下向けてですけども、そこが変わるのはですね、右から左側ですね、すごく変わってますね。あれを見ればよくわかりますね。でエルザも同じように逆風から攻めていきますね。待ってよ、うわっ、はっ、こう、ね、必ず風上向けて走ってきますよね。松井家君よくわかりますかね、この意味。鼻を使うと仕方ないんですよね。後ろから風が来ますので、ターンして私の方へ向いて探してくるっていうのは、これはもう当たり前の行動なんですよね。鼻の入った犬の。松重君分かりますかね、この意味。これでエルザが手前に来なかったらもうポイントしてるはずです。もうポイントしましたね。ポイントしてなかったら絶対にこちらの方に向いて探してくるはずなんですけども、風上向けてですね。風上というのは私の方向なんですね。の終わりの方でですね、若干風が弱ったなと思ったけども、またいい風が吹いてますもんね。あ、その前で吹き流しが見えてますよね。向こう向けて吹いてますよね。重たった風は向こう向けて吹きます。これがだんだんとですね、左を向いたりします。今ちょっと左向けましたね。これです。でも私の方、進行方向、紙の方へ向いて吹くことはないですけど、今は河川敷がこういうふうにくるくる風の方向は変わりますからね。さてどこだったかな。あ、そこだな。ハップ、グッドボーイ、エライゾー。のポイントです。アップ。グッドバイ。この間加えたからな。
まずいな、これも。また加えられそうだな。アップ。グッドバイ。ライド。吹き流しはこういう調子ですね。行こう。 OK、 グッドバイ。ね、私の方へ向けて帰ってきますよね。グッドバイ。グッドグッド。グッドバイ。Hey, come on. Okay, goodbye.